時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830。澤田賢治さんのライブツアー、まだまだ一生懸命。ツアーファイナルは埼玉スーパーアリーナで開催。ゲストにはザ・タイガースの人見みのるさん、森本太郎さん、岸辺一徳さんが参加される豪華ライブとなっておりますが、こちらのライブのチケット、先日ご紹介したと思うんですけども、S 席はソールドアウトとなっております。そしてなんと、それに引き続き、A 席もソールドアウトとなりました。これにて完全ソールドアウト、埼玉スーパーアリーナ制覇でございます。おめでとうございます。いやー、すごいことになりましたね。国内最大のキャパシティを誇る埼玉スーパーアリーナが見事ソールドアウトとなりました。ただ先週の土曜日から注釈付きの座席が発売となりました。注釈付き指定席というのは、ステージの全体や演出の一部が見づらい席ということで、通常ステージの真横の席であったり、もしくは柱や機材が視界の一部を遮る席などなど、今回の澤田賢治さんの埼玉スーパーアリーナのように倍率が非常に高くなってしまって、追加的に発売される、まあ、座席という感じになっておりますが、こちらがチケットピアにて発売となっております。まずはライブの開催日時でございますが、2023年6月25日日曜日、会場は埼玉スーパーアリーナ。会場時間は15時、お昼の3時、開演時間は17時、夕方5時からとなります。チケット代金なんですけども、通常の S 席 A 席と値段は一緒になります。注釈付き S 席が11,000円、注釈付き A 席が9,000円となっております。各プレイガイドのチケット販売状況でございますが、チケットピアのみ先週の土曜日から発売されております。一般の座席とは違って、あくまで注釈付き座席となりますので、座席数はかなり少ないと思いますので、こちらの S 席 A 席も売り切れになるんではないでしょうか。こちらの動画の概要欄に注釈付き S 席 A 席のリンクをつけておきますので、よろしければそちらのリンクからチケットピアのサイトに行ってみてください。こちらの情報は2023年3月27日月曜日お昼3時確認分となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シギレモンでした。